というバナナに練乳かけるとうまいぜお前お前練乳なんて俺大好きだったんだよ俺マジで甘党だったからねほんとにだって俺うちの家族は練乳回し飲みして一回で終わるからね一周で終わるからね練乳練乳一キロ飲みしてでも「あー」って「はい口開けて」っつって「あー」っつって 俺の最高の贅沢は誕生日だけコップ並みみにヤクルトを入れてもらうことこれが最高の誕生日だったんですよ誕生日の最高飲み物いいよあんた今日はヤクルトコップ並みなみ入れていいからねってめちゃくちゃいいやでしょめちゃくちゃ美味しいねそのヤクルトが泣いとかやっぱうち貧乏だったのかな うちって貧乏だったのかなもしかしていや俺貧乏じゃないと思うんだよなで風呂はね7 0ンチぐらいしかない風呂あの膝をもうこうやんないと入れない風呂はこうやんないと入れないマジで嘘みたいな風呂風呂の蓋もないでもなんか俺の切り抜き見た母親が確かにうち蓋ないねーって言ってた しかもお湯はね半分以下なんだよ。半分以下ぐらい入れて、あの、浸かると、増えるから、半分以下ぐらいにするのよ、お湯は。そしたらね、満杯になるのよ。増えんのよ、お湯がなぜか。ウィーンって。あれ、なんで増えんのかよく分かってないけど、増える。 でなんかたまに誰かが調整ミスってあのー、風呂のお湯がさバシャーってめっちゃ出るときあんのねそれをその水があの排水溝に落ちていくのを見るのが幸せだったなお今日はちょっとお湯が多いじゃないかっつってそれはね幸せだったあれを見てるときがあれをぼーっと見るのが好きだったな追い出きする追いだきなんてあるわけないやろ 自動もないなんもないの押すものがないの何もこれでいこの蛇口をひねってお湯入れるしかないのなんか温度を変えるやつはあったような気がするから厚めにお湯を入れてあげてあそう赤と青のやつで赤のやつでやって厚めにするのよだから1人目やけどするのね1人目やけどするけど後半は大丈夫1人目やけどする けど、あの、水をちょっと入れるの。水をちょっと入れて調整するのよ。水をちょっと入れて調整する。そういう時は。で、あの、足を、片足だけ入れて、あの、混ぜるのよ。片足だけ入れて混ぜるの。めっちゃ。混ぜたら、ちょうどよくなるのよ。その調整がすごい上手くなるよ。あの生活してたら。水これぐらい入れれば、あ、これで、あ、こんなもんかなーつって。足で混ぜるのがね、いいのよ。 分かるでしょ